41歳です。してないです。今はいません。どんぐらいだろう。ねえ、もうちょっと？あ、結構いないかもしれない。1ヶ月以内に。まあ割とフラットな感じだけど、多分欲自体私自分が思ってるよりもしっかりあるっぽいので、高め安定ですね。お友達と遊んでみたり、あとは自分で。今朝です。割と毎日の流れなので、夜するか朝するか夜朝両方するかみたいな、基本大体してます。週7以上そうですね。電動マッサージ機、今は1台です。あの、いろいろあったんだけど、最近そんなパーティータイムみたいな派手なソロ活動もしないんですよ。なので割ともうベッドの横に置いているそれ1台でもう完結しちゃってるかも。私無段階調整できるやつで、スイッチ入れたらそのままの最弱。本当に変なとこ気を使ってるんですけど、それこそ振動音がなんか周囲のご家庭に聞こえたら嫌だな。特に夜中意外と響くじゃないですか、ブーンって。だから最弱、常に物足りないと思っても集中力でどうにかなるもんなんです。そう、もっと上げたいです。本当はもっと上げたい。一気にグワーっていきたいけど絶対うるさいよねと思って。短いですよ、多分 1,2 分ですぐにこう上がりきるので、私、まあ、それをあと何回とかでやるぐらいだから、長くて5分。自宅のベッドで一切もう吐息がギリギリぐらい出てます。ないんですよ、あの、本当にマジで天井しか見てないかも私。だから体に集中してどの角度とかは考えてるけど、多分あの見てるところは本当に天井無ですね。小学校 3,4 年生ぐらいかな、その時はうつ伏せで見たらなんか良かったんですよ。こうもぞもぞしてたらもうちょっとやってみようっていうのでずっとしてました。実家のみんなちょうど出かけてていないから、おじいちゃんおばあちゃんの部屋とかしてた。ありました。これは人に言ってはいけないことだなと思って、いつだろう、多分誰にも言わずに大きくなったと思う。なんかそういうことがあるよって知るまでは誰にも言わなかったかな。そうですね、小学校ぐらいはそんな感じだったかな。で、中学校ぐらいになるとなんかちょっといろいろね、こういろんな情報が入ってきて少しわかるようになって、なるほどこういうことかって納得しましたけど、当時誰にも喋ってないはず、誰にも言ってないですね。
前はそういう話題になってないと思うんだよな。だから自分でしてるよみたいなのは言ったことない。15中3、物を言うようになりましたね。スプレーあるじゃないですか、スプレー缶の細いやつ、先端丸いんですよね。あれちょうどよくて、あー、ある、ありますね。見たいって言われて、あんまりするのも苦手だったから、当時なんかあればできるけど、どうだろうなーなんて言ったら、こう用意してくれたんで、でもうぜひ見せてほしいって言うんで、その代わりそっちも見せてねって、私だけするの嫌だなって。だから結局2人でですね、ですね。多分向こうもそういうの見たことないし、私も私で、あ、言われてみれば男の人ってどうやってんだろうみたいな。なのでお互いに仲良く見せて、恥ずかしいんですけど、でもこの上ないですよね。やっぱ、なんかもう好きなことやっちゃえってなれるのはお酒飲んでる時だけど、残念ながら覚えてないことが多いので、飲んでないかほろ酔いぐらい、もう本当にちょっと飲んでエンジンかかったねぐらいがいい。例えばなんか、なんでしょうね、欲しいとか、あと挙句になんかもういろいろ私をしてほしいとか、脇とこの肘下、膝下だけナチュラルボーンですね。今ちょっとサマーカット気味なんで、愛の部分は、あー、でも伸びてきてるから1センチぐらいかな。上は多分3センチはあると思います。いや、もうツルツルにしちゃえばいいのにってめっちゃ言われます。ツルツルがいいよ。そうですね、意外といるんですよ。あー、本当にすごい、全部もうめっちゃあるじゃんみたいな。もうそんなに嬉しい。まあ、だって最近ねツルツル女子が多いから、やっぱいいんだって。私は嫌だけどって思ってます。